夢ラジオです今日は令和3年7月23日金曜日です。時刻は午前11時ですね。横浜、港北、爽やかな夏の青空広がりました。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、そんな夏の朝。 高橋さん、イメラジオに登場していただくことになりました。高橋さんにはこれまで数学や物理、そういう理系の話を聞いてきたのですが、今回は高橋さんとリバタリアニズムを語る、そういう会にしたいと思います。もちろん、リバタリアニズムを今、この時点で語るということは、当然、ウイルスの報道をどう思うのか、あるいは今日、 開会式のオリンピック報道をどう思うのか、こういうことが話題になってくると思います。高橋さんよろしくお願いします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、高橋さん、高橋さんはあのえっ、ー、と理系のご出身で、あの技術者もやられていたということなんですけど、そういう、はい、あの製品を作るように出すというそういう技術者としてのお立場から。 まあこのユメラジオでは割と話題になっているリバタリアニズムっていうのは、どんなふうに見えるんでしょうか、お願いします、はいえー、まあリバタリアニズムっていうとその自由至上主義ということにはなるとは思うんですけれども、これって要するにまあこの自立した人たちで、それなりにモラルとか考えがある自由人がとか集まってこういう社会を作っていくという感じになるとは思うんですけれども、でそれと同時に、ていわゆる設 共生主,主義的なものを嫌って自由に振る舞うというので,で,、ねね、で、それの根源というのは、例えばあの、えー、とよくシーパワー、ランドパワーとかいう、シーパワーの我々のような島国の人間というのは、まあ、その祖先が多分こう自然に対峙してで、それをマネージしてその、言うこと聞いてくれない自然に、ま、恩に対峙してマネージするというところからその、いわゆる自由主義というのを。 が親和性があるんじゃないかっていう話は茂木先生の本とか、ね、ちょっと読むとなんかあの分かりやすく書いてくださったりするんですけどでそういう切り口で言うとその技術屋って特にまあ私みたいなものを作ったりとかする仕事してたりで、まあ、個人的にもですねあのものを作ったりするのが好きだったりするとその自然っていうかあの現実に対してマネジ しなきゃいけないって、いろいろ工夫してマネーしなきゃいけないっていうのは、やっぱ出てきてるんですよ。うんうん、で,で、私、まあ理系値っ,っても、そんなにあのう、理賢い、理系だと賢いとか、なんか変な偏見があるかもしれないんですけど、なんか。なんかこう少数派の方になんとなく入っているような子供。で、うん、その幼い時もあんまり、まあ、気の小さい、下手くそだけど、工作好きな。 少年だったりしたわけですが、そういう中でまあ私五十代ぐらいなんですけど、子供の頃っていうとあのまあラジオ作ったりします。ででだいたい鳴らないんですよね。こう電波が弱,弱すぎたりとかして鳴らないとか、まあそもそも接続が違ってたりして鳴らないわけなん。 でそれをいろいろ工夫してああ鳴門はすごいうなったら嬉しいとかいうのが多分まあその辺のところを原点でまあそういう体験が原点になっている方もあの少なくないとは思うんですけどこれってまあ今思えばですねこれ鳴らないのは自然が <laughs> 悪いから鳴らないからこれはおかしいとか言ってポイっていうふうにはならずにいろいろアンテナを上げたりとか接続をチェックするとかでこの鳴るっていう部分でこうものを作っていくっていう。 ものそれっていうのは実はそのでそういうことをいろいろやりながらあの仕事としてもそれに近い、まあ、全然規模とかあれは違うんですけどあのやってくるっていうので一つまあ大げさな言い方にすると自然に対する理系みたいなのを思ってで,でそれをあのなんとかちゃんと使えるようにしたいっていう一つの流れの中にはあったのかなと思ってますでで実際に前、まあ、あの 7人の侍狩りバタリアンっていうお話もあったんですけどで僕の頃とかは割とおおらかな時代で会社とか入ってんで割と少人数のチームで先輩からいろいろやり方を教えてもらっていくとあの、まあ、それなりになんか一通りできるようなで自分の得意分野もできて。 えーと若い武士みたいな感じのものせ小さい専門家みたいなのができるとでそういうなんか専門家みたいな連中がこう目的集まってチーム編成してでいろんなこうワイワイガイガイやりながら課題を解決してつなげていくっていうような仕事の進め方をやっぱりや,やらないとできないし、うん、や,らざるやらないとやっぱりできないまあそのちゃんと決まった仕事を丁寧にやるっていう。 自然相手なんですよね製品開発とか。でそれはやっぱりその後悔してる人たちあふ船乗りの人たちとかの感覚に、まあ、命の危険はないけど近いようなものがあってその辺が僕ちょっとベースになってるのかなと思ってますんで,でつまりいろいろ自由にやりたいんだからっていうところで,で学生時代とかだとあの冷戦期なので自由にやりたいっていうとあの左翼になって いわゆる、うん、その左右右右側の日教祖とかの先生、うん、日教祖でいい先生いっぱいいたりするんだけれどもとこれもやっぱりちょっと違うなと思うのはんかいろいろ押し付けてくるということを感じちゃうんですよねなんかこのお前の考えは間違ってるとそんなのはないっていうのがあってちょっと違うなっていう部分があって。で で保守がどううっていうととそれもあまりピンとこないんですよね左翼以外が保守にまとまってるっていうかあなんかちゃんとした軸があるわけでもないっていう、うん、そんな中で副、あのーまあ、島隆彦さんっていう、まあ、ちょっと癖の強い方ですけどあの方の,その今でもあるのかなもう内容は古くなってるとは思うんですが出てくる人物は古くなってるとは思うんですけれども、あのーまあ、アメリカの主に政治のマトリック 的なことを非常にあのちょっと先生もあのよくご存じだと思うんです少し癖の強い感じのね文体であれいろいろこうあると思うんですけどなんかその中でリバータリアンってリバータリアンって記述されてたと思うんですけれどもあのその自由市場主義っていうのかもしれないそのいわゆるリベラルというものがセオドアフランクリン・ルズベイト以来 その社民主義みたいなのにかみ取られちゃったんで,でその独立して自由にやるんだ自己責任でやるんだって乗り切っていくんだっていうのがそのリバタリアンっていう旗を上げざるを得なくなったっていうかそういう言葉なんだよっていうのを知ってまあそうなんだこういうのがあるんだというふうにまあちょっと思って <laughs>、えー、過ごしたりしてましたんで、まあ、この夢ラジオ先生知るあの機会も得てですねなので先生リバタリアンっていうことをおっしゃって。 いたんでああ、なるほど、<laughs> 周りそういう方もおられないし、なんか、あこういう方がいるんだなって <laughs> で、ね、ちょっと嬉しくなったりとか、いうまあそういう流れ、リバタリアンっていう言葉としては、そういう流れで今日に至ってる、うん、そんな感じですね、うん、はいやっぱりあの副島さんの果たした役割、大きいですよね、そのリバタリアニズムの日本における普及という点では。 ただまあ、あの副島さん、その後だっていうこう、金融予想をちょっと外したりもしたりとか。金融予想ちょっとさ最近、えっと、少し、あの、副島さんの鋭さが、あの、揺れてきたんちゃうか、思って、ちょっと見てはいるんですけど、でもまあ、あの人気作家ではありましたね、やっぱりね。やっぱり内容的にその評価できるところは、やっぱり、ぜひ、ひで、うん。まあ、その辺もリバタリアン的思考かなとは思うんですよね。ぜぜひ、ひでね、この考えはいいねっていう。 であの理系という点に戻りますと、あの自然に対する恐れ、はい、自然に対する敬いの気持ち、そして何かがうまくいかない時、えー、とき、自分の方がやっぱり間違ってるんじゃないのかと、自然の方がやっぱり優越してるんじゃないかという、この謙虚な気持ちは理系で成功する、つまり良い製品を生み出すのには欠かせないですよね。 そうですね、だとやっぱり動いてなんぼですよね、そのちゃんと動いて四てように出て、ちゃんと使えてなんぼなので、うんうん、その辺は非常に制約が強いし、し分かりやすいところではあると思いますね。うんうん、ですから、例えばあの、ね、この夢ラジオでもお話しいただいた二重スリット実験とか、またはトンネル効果みたいな、ああいうよく分からないそういう現象も、この,この変な現象はおかしいんだ、だからあの考えるに値しないとかって、そういうこと言わずに。 変,は変には見えるけど、そして今までの自分たちの理論では説明もできないが、けれどこれ、起こってんだから、これをえっとまず認めてで、そしてそこからあの何かしら応用して製品が作れないか、こういうふうに考えるのが技術者だってことでしょうね。 でその今先生もお話になった二重スリットとか量子医学のお話もいろいろお話し一緒にさせていただきましたけれどもでもあれもおかしな現象があるところあの先駆者たちが量子理学を打ち立てたシュレーディンガーなり、うん、そのハイドベルグなりがその、うん、あれに合う仮説を立ててちゃんと合うということは検証されることによってこの範囲内ではこの理論は使えるってなった時に一つの普遍性を持ってそれが応用されると。 でその先には例えば僕らが毎日その,そのメリットを享受しているこの半導体による電子工学っていうのはあ,のあるわけですよねそのコールとしては、うん、で今先生まさによるトンネル効果を使ってフラッシュメモリーが毎日どれだけの数の書き換えが行われてるんだろうっていうだからあのトンネル酸化膜っていうマークの設計とかも結局そのトンネル効果を計算してやるわけですから。 ん何の役に立つのっていうのが「いやあんた毎日使ってるよ」みたいなことやっぱりありうるわけだしその辺のその理論と自然との緊張関係ですかね常に検証にさらされつつあのだから協調主義的になるし理論の限界点と反証可能性とかをきちっと理解してそれを使いつつだから理論をきっちり勉強するということの大切さとで自然現象ですね実際に起きていることに対する 受け止める謙虚さっていうのが2、まあ、つの二輪になってるんでしょうね。だから完璧な理論はないよ。でもここまではできてるよっていうのはきっちり理解するんで、まあ、ダメだったらそこはもう乗り換えていくんだと。次の道を考えるんだっていう、なんかその辺の考え方って、いわゆる本来の保守自由主義的思想と、まあ整合性高いのかなとはね、個人的には考えております。 感傷可能性っていうのが大事な言葉やなと思ってて、うんうん、これってあのカール・ポパーのよく言ってた言葉ですよね。だからアインシュタインが認められてるのはアインシュタインの理論が美しいからとか、アインシュタインの理論が整合性が取れてるからというよりはむしろ自然現象を観察したときに、 アインシュタインの理論が間違っていると言えないからなんですよね、結局、ねね、シュレディンガーの方程式にしたところで、電子の状況をあのシュレディンガーの方法で見たら、全部説明がつきで、シュレディンガーを反発するような、そういう現象が今のところ起きてないので、じゃあ、これ、使いましょうかという、そう,ね、そういうことなんですよね。そうですね 実験装置の例えば高度化、進化に伴って、今まで分からなかったような現象も、えー、と観測できるようになったら、うん、今、大御所みたいに言われている理論がぽいと捨てられるということも十分あり得るわけですよね。そうですね、うんうん、その時には、それをさっと捨てるということがあの科学者の方法なわけですから、まあ、その科学の王道に立てば、科学者はおしなべて、なんていうか、こううん。 強情主義者、または全体主義者にはなりにくいんじゃないのと、ね、いうふうになりますね、うん。そんな感じは非常にしますねとはいえ、その科学者の中でも、まあ、変なやつらがいて、ですねの科学者のくせにというべきでしょうか <laughs> あの、なんか全体主義っぽいようなことを言う人たちもいるはいるから、厄介でですすよねね、うん、そうですね、うんまあ、歴史とかだと、ほら、歴史のンスの対価がいて、うん、なんか、 このことを一言でも書くと論文は通らないとか。それはんかありうるのかなと思うんで学とか宗教とか、そういうのだと、もう一言一句変えちゃだめだもん、ありくるかもしれないけど、理系は理系だとね、なんかね、新しいものが出てくるときにありえますよね。こんなんやったって無駄だろうとか言うてるのを何年も何年もやってたら、 ててできるっていうのはありますねあの液晶とかもそうかもしれないですけど私たち、うん、はちょっとあの世代とかだから、うん、ブラウン管っていうのをね、うん、あのいわゆるこの表示管はブラウン管っていう真空管であれ電子銃っていうのがついてるんで後ろに長いっていうんですかねこの非常にこう後頭部が張り出しているんであれは薄くするなできねえなっていったらやっぱあの液晶なりプラズマディスプレイなりで LED の色を3色出せるように。 ったから今ブラウン管って YouTube のチューブはブラウン管ですよねあれねチューブ真空管のチューブですよねあれまさに YouTube って言わない日はおそらくないんだけどあれが真空管のブラウン管に揺らしてるっていうことを意識してる人はおそらくもう少数派になってるからでそういうまことごと最後にまあパッとこうある時突然バカにされていたのが表舞台に出てパッと消えちゃうっていうのはだからその辺で微妙なんですね衛生科学で本当に訳のわからないことをやって ている場合と非常に先進的なことをあの先に発見してやってるっていうのの区別がつきにくい時があるんでやっぱりそれは、うん、日々勉強っていうか結局そこに戻っちゃうかもしれないですけども、うん、なんかねその辺は少しあるかもしれませんがあの物ができたら早いででそこは分かりやすいですね社会科学とかだと実験できないし。 あの実験失敗した時にはもうなんか何億人も死んでるとかなっちゃうんで。その辺は分かりやすいのは幸いかなという。あのとう淘汰されるのが早いっていう。ところは非常にあると思います。うん、あの製品を作る現場ではいうことですね。いはい。では高橋さんここまでをパートワンにいたしまして、はい、いよいよパートツーでは。 その最近のオリンピック報道、またはウイルス報道、それとリバタリアニズムという、こういう話に移っていきましょう。はいはい、よろししくお願いします